スゴーでもその速さを見せつけた GTR を倒すべく集結した刺客たち。勝負はバトルでつける。スゴー3ラップスバトル。排気量では小さいが、この小ささを生かしてみんなをちぎってみせる。頑張ります。急遽エクシージカップ260がエントリー。理由はポルシェ 911GT2 がクラッチの不調でリタイアしたため。ラップタイムも2年前のエクシージより3秒以上向上したカップ260。スゴーバトルのダークホースとなるか。はい、これからバトルなんですけど、まあ、モテギではねかなりこう速さを見せてた車なんで、ここスゴーでねどれだけ GTR、ポルシェと、争えるのか、楽しみです。それから駆動方式もね4駆になってるんで、こういうウェットの中でもその辺の威力は発揮してくれるかなと思ってます。直噴化された V10 はその名の通り560馬力でありながら、旧型から 18% の燃費向上。ノーマルモードでは驚くほどスムーズで静粛性のある走行も可能となった。そしてコルサモードに切り替えることで獰猛なマシンへと豹変する。満タイボルチなんですが、ストレートは速いでしょ、フットワークは穏やかに仕上げてあります。だから他の車と速さのパターンが違うんで、僕はいいけどみんながやりづらいんじゃないでしょうか。考え方としてはレーシングカーはレーシングカー、レーシングカーからその全部持ってくればそれでいいかという考えは全く持ってなくて、ストリートカーはストリートカーというふうにはっきり分けて車を作っています。その中で、まあ、今回の車っていうのはそのストリートカーとして、当然オンロードを合法的に走れる中で、当然サーキットも走られる方多いですから、こういう車ですから、そういうところまでを範囲としてしたところを狙いにしてますね。今現状正直ノーマルでサーキットを走らせて一番こう誰でも安心して走れる車ですね。正直多分満タイポルシェとかまっすぐバカパヤだと思うけど、どこがどうだかよく見ててください。ちょっと入ってるけどこのぐらいで一番雨はいいんじゃないかという感じで一回走ってみたいと思います。エンジンは組み立て精度と ECU 制御を見直し、パワーと燃費を向上。そしてサスペンションはスプリングとダンパーのセッティングを変更。しなやかな乗り心地と回答性を高め、一回り小さな車になったような乗り味に仕上がっているという。さあバトルです。スーパーカーバトル F460GT、これが本当に夢のような32秒台入りましたけれども、これが一発だけなのか、あるいは周回できるのか、この辺のバトルをねご覧いただきたいと思います。行きたいなということで作ります。基本的にはスポーツカーって乗って、どこまで、ドライバーが刺激をもらえるかということが一番重要なことだと思うんですが、それにはやっぱりエンジンのレスポンス、それとレスポンスに従ってやっぱりトーク、パワーの出方、アクセルでコントロールできるっていうことがやっぱスポーツカーの原点だろうということを非常に、まあ重要に感じてまして、まあ、そこの部分を作り変えました。さあフォーメーションラップ、グリッドはタイムアタックの逆ポール方式とした。3周後この5台がどんな順番で帰ってくるのか。いや緊張するね。まあ後ろ土屋さんなんですけどね、スリック履いてるからすっげえ頑張って温めてますね。スリックはちゃんと熱入れないと怖いんだよね。スタートで1コーナーをトップで入れればチャンスはあるかな。トップでチェッカーを受けるのはアイディング、それとも満タイ、そして GTR の順位は。さあ3ラップスバトルスタート。片岡エキシージポジション死守、土屋 F460 は余裕のスタートか。それではリプレイ。木下満タイ四駆なのにホイールスピン止まらず。ポルシェ早い。
できる。よし、抑え切った。よし、いけるぞ。おお、はいえー、木下さん。スリックの F460 に対し、S タイヤの木下万太、逃げの作戦に出たか。井出ガヤルド、漁夫乗りゲット。久々バトルの片岡選手、容赦のない洗礼が。これは辛いな、加速で全部行かれちゃう。あら、みんな一生様子見ないの？かわいそうに。片岡、頑張ってるか。早い早い、めちゃくちゃ早い。直線加速は段違い。それでもこの位置をキープの片岡エキシージ。コーナー速い。フェラーリ君コーナー速い。あー、なんかこのまま行くとポルシェ逃げちゃうかな。さあ最終コーナーはどうだ。土屋さんも迫ってきた。やべえ、ベタ付けだ後ろ。トップの木下万太ポルシェを追いかける3台、抜け出るのはどれだ。よし、服部さん。ああ、やっぱフェラーリ速い。イデガヤルドとの差もパワーウォーズの時と同じ。特にガヤルドは後半の伸びがいい。決して遅くない GTR だが、このクラスとなると少々分が悪いか。頑張るね、結構。スリックタイヤ履く F460GT のトリトリ。コーナリングでは余裕のコメント。井出君頑張ってます、アンダーです。一周しただけでフロントが曲がらない。いくらなんでも一周で曲がらないってタイヤのせい、それとも腕のせい。ついでに言うとGTR コーナーは全然余裕なんですけど、こっからがやっぱりね、バトルとなるとここが物を言うな。逃げ切る作戦の満タイポルシェ。ところがブレーキングが比較的早いため、バックストレッチエンドでは意外に各車が急接近。それは5番手の片岡エキシージも同じ。実はそれほど離されてはいない。しかもその走りは限界ギリギリ。ライトウェイトミドシップのお手本ともいえる。マジ走りを堪能するべし。3じゃないな、4だな、最終は。ここから踏んでいけば。最終とかもこっちの方が早いんだけどな。さあ、バトルはファイナルラップ。熾烈な2位争いは土屋 F460 が井出ガヤルドのインを刺す。すごいブレーキの突っ込み。さあ、ついに土屋 F460GT に真後ろに突かれた満タイポルシェ。700馬力のパワーで逃げ切れるか。うわ、フェラーリ来た。早え、こいつ直線早え。ではまたしてもトラップを仕掛けたいと思います。間を空けて早めのアクセルゴン。どうだ。早え早え。200キロを超えても速度計の針は一直線。悔しいが、ストレートは置いてかれる。コーナリングマシンです。最終コーナーでトラップを仕掛けよう。
よしよし、おお前並んでる、早い早いよ早いよ、うわー早い、あまりの迫力にチェッカー出し忘れ、バトルは4周目に突入。いいえ取れてますよこれ。3コーナーみたいなところは GTR 全然余裕だね。タイトコーナーではイデガヤルドをプッシュする服部 GTR、 間違って伸びた1周で逆転はあるのか。そして5位の片岡エキシージも孤軍奮闘、コーナリングならあんなマシンたちにも負けません。都合4周でこの差なら大金星。ここでうまく、ああもう抑えられちゃう。ストレート変わんないね。反対、早い。伊勢さんブレーキフラフラしてますよ。まっすぐ止まれない。コーナリングは抑え気味、加速でドンの木下選手。さあ、イデガヤルド抜けるか。木下さん早く行って、 GTR が外から伊沢ラインを行く。服部 GTR 行った。GT 選手権張りの3ワイド。トップは土屋 F460GT。 めっちゃうめえ。ああ伊沢ラインも行ってみたが、残念ながらここから離される。安泰ポルシェ強し、そしてもう一台熊なら勝てたな。土屋 F460GT は1分31秒フラットに突入、直線加速に劣る GTR は実力を 100% 発揮できなかった。